坂本正幸、52、長野博士、51、井ノ原義彦、48のユニット、2 0ティ century、トニセン、が19日、神奈川県民ホールで、全国ツアーの先週落を迎えた。平均年齢50歳を超え、なおエネルギッシュなパフォーマンスを披露。障害アイドル、宣言で沸かせた。写真、平均年齢50歳超、トニセン、障害アイドル。 序盤に坂本が、思いっきり、いい汗、かいていこうぜ。と呼びかけ、大歓声を浴びた。井ノ原は、去年がと2014年ぶりのツアーだったから、開けないように今年もやりました。と伝えた。客席の通路に降りて、ファンと笑顔でハイタッチする場面もあった。君だけに、デカメロン伝説など、所属事務所の先輩グループ少年隊のナンバーもメドレーで披露した。井ノ原は、 僕たちだけでも歌い継いでいければと思いますと説明した。21年の V6 解散時に活動を休止した年少組3人のユニット、カミングセンチュリー、神戦の楽曲も歌った。アンコールでは、長野がライブってすごく大切な場所だと感じています。これからもできる限り、ステージに立ち続けていたいと思っていますと約束し、ヒュー。と黄色い歓声を受けた。井ノ原も、 ずっっととででききる限りアイドルとしてやってやいきたいたすと誓った歌って踊るアイドルとしては事務所最年長になってしまって後輩たちがすごく頑張ってくれているので僕らは地道にみんなとのんびり続けていければと伝えファンを喜ばせた